こんにちは、ビジネスホテルにやってきました。今年はですね、家にいてもお酒飲んで寝てしまうので、ビジネスホテルでテレビを見ながら、テレビ持ってないんでテレビを見ながら年越しという作戦でございます。ですね、先日いただいたクリスマスプレゼントでいただいてですね、ドラムの模型紹介したいと思います。こちらです。はい、こちらがですね、チャンネル登録者の方から送っていただいたハンドメイドの、ドラムセット、ありがとうございます。フロントヘッド、ゆっかチャンネル、そしてそらきちくん、そしてドラムの椅子の上に土足でにゃんこ先生が上がっております。はい、ちょっと回してみますか。トゥル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 、あ、なんかお酒が見えてきましたね。はいはい、あ、にゃんこ先生後ろ姿初公開です。嬉しい、恥ずかしい。にゃんこ先生、あ、後ろのね、毛の模様が初めて分かりました。こういう模様だったんですね。はい、こちらお酒焼酎です。はい、ドラムの椅子、スネアスタンド、細かいところが精巧にできております。すごいですね。はいはい、こんな感じでありがとうございました。大切にしたいと思います。にゃんこ先生、今年もありがとうございました。元気そうでよかったです。はい、はい、ありがとうございました。今年はどんな年だったでしょうか。今日はですね、あったかいですね。そしてちょっと薄曇りですね。今年もですね、おかげさまで365日、動画を上げることができました。ありがとうございます。来年もですね、引き続き、毎日上げたいと思います。たまに夜中の12時過ぎてますけど、だいたいね、夜中の11時50分とか、あの辺に上げてる時は11時半ぐらいからね、結構あたふたしてやばいやばいって言いながら、ちょっとだけ編集してあげてます。9時くらいからね、上がってる時はもう夕方ぐらいとかにはもう終わってて、それで何て言うんだろう、予約アップロードみたいな感じでアップしてるんですけど、ですね、大体毎日上げ始めてから2年半ですね。まだ2年半かって感じなんですが、一応ね、10年を目標に、まずはね、10年、何事もね、10年は続けてみたらいいって誰か言ってましたけど、誰が言ってたか忘れました。10年ってね、長いんですよね。10年毎日あげるの結構大変ですね。はい、それでですね、あ、そういえば年末のライブで、ドラマーの神保明さんと、一緒にライブやる予定だったんですけど、ちょっとですね、大人の事情でですね、ドタキャンと急遽、僕とか、神保さんがキャンセルしたとかじゃないんですよ。ライブ自体が、なくなりまして、ただですね、せっかくなんでということで、お食事会がありましてですね、神保さんとちょっと話したの、ちょっとね、席離れてたんで、最後帰る時にお話ししてですね、シンバルの話、ね、神保さんね、なんだっけ、ジルジャンの半分だけ模様違うシンバル、ちょっと調べて後でここで名前忘れちゃった。相変わらず名前忘れるんですよね。なんだっけな、ちょっと忘れました。あれを使ってるんですけど、
僕はこの前ジルジャンフェスティバルで、あのそのジルジャンねのシンバルを試奏したんですけど、なかなかいいんですよ。それで、神保さんも使ってるみたいで、なんかもう全部それ使ってるみたいで、それでちょっと興味深かったんで少しお話聞いてですね、僕もちょっと近々シンバル新しいの買おうかなと思ってるんで参考にさせていただきたいと思います。なんかライドシンバルは、20と21インチがあるんですけど、21インチの方がいいですよっていうこと でお話聞いたんですけど、まああのなんだろう、言ってた内容をちょっと正確に伝えないとあのちょっと申し訳ないのであれなんですけど、まあ、21インチの方がいいですよっていうお話だったので、ちょっと参考にしたいと思います。そんな感じでしてね、一応って言ったらあれですね、あのドラムの動画なのでこうスティックもちゃんと持ってきてですね、今日はあのテレビ見ながらなんかね、あの番組表見たんですけど、あんまり見たい番組ないなと思って、まあでもね雰囲気ですから。で、明日の夜も、元旦の夜も泊まるので、頑張りたいと思います。いや、何を頑張るのか分かんないですけど。で、ついでにね、ここのホテルですぐ近くなんです、家の。家から結構近いんですけど、なんか会員証作りますかとかって言われて、はいって言ってお金かかるんですけど、また泊まるかなと思って、して、なんか10泊すると1泊分タダになるんで、それ目指して頑張りたいと思います。じゃあですね、今日はですね1分間レッスンないです。今日はあの休みです。1分間レッスンないんだけど、今日ちょっとせっかく持ってきたんで、これにね、なんかねタオルかなんか柔らかいもの持ってきたやつかぶせるやつが置いて、動かしながら、ね、練習しながら年を越すっていうねって言ってるのに寝ちゃったら面白いんですけど、今日はですねこれ持ってきたんで、あのね、この形の練習パッドあるじゃないですか、この太ももにつけるやつ。これね、あの、結構便利で、まあ太ももにつけてもいいんですけど、手に持ってね、叩けるのね。軽いから。で、手に持って、こうやってタン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 って叩けるんですけど、これね、角度つく。固定じゃないので、自分でこうやって角度つけれるから、こうやって、角度ちょっと縦にしてこうやって打つとリバウンドがすごく取りやすい、バウンドが取りやすくなるんで、バウンド取るの苦手な人練習になりますし、あとねこう角度やっぱり自分でつけれるんで、ハイハットと仮定してですね、こうエッジと上叩き分け使ったりとか、ハイハットと想定してですね練習したりもできるんですね。しかもねこれずっとやってると、ね、左腕で、ね、めちゃめちゃ疲れるんですよ。だから左腕の筋力アップにもおすすめです。あとね、右利きの人こうやって左手でこれ持ってこうやって練習するんですけど、こうやるじゃないですか。こうやった時にね、こうでしょ?こうでしょ?あのね、手のね、音のね、伝わり方がね、若干違うんですよ。音っていうかね、衝撃の伝わり方ということは、右手と左手が完全に同じように打ててないってことなんですね。もうほんと微妙なとこなんですけど、こうスティック、同じスティック使っても同じ、ね、そういうとこもね、なんか微調整っていうか、あ、やっぱりまだまだなんだなっていうね、そういうのもね、わかるんですよ。まあ逆もあれですね、左手で持ってこうやって練習したら逆もこう右手でも持ってこうやって練習した方がいいですね。それでないと左手だけすごい太くなってしまいますので、あまりね左手だけ太くなると、なんでしょう、見た目的にどうでしょう、悪いでしょうか、ちょっとよくわかりませんけど言ってしまった手前、なんとか今いい感じでオチをつけようと思ったんですけど、何も思い浮かびませんでした。はい、そんな感じででしてね、今年のね、年末は練習パッドで練習しながら、今まで夕方だからちょっと叩いても大丈夫なんですけど、さすがにね、夜になったらもうほとんど音しないようにして、それでもこう、軽く振りながらですね、年を超えるっていう、そういうね、
今まで年超える瞬間にスティック持ったこと多分ないんで、来年はですね勝負の年ということで、なんか今勢いで言っちゃいましたけど、別にそんなね勝負の年でもないんですけど、なんていうのかな、思い出に残る、大晦日の年越しの瞬間にスティック持って練習してたな、あの年は、という年にしたいと思います。はい、じゃあですね、明日は正月なんですけど、明日はねちょっとまたホテルからお話しするのか、明日はちょっと家に帰るから、あのインコの世話しにちょっと家帰ってですね、さっきあの餌たんまりと入れてお水も取り替えてきたんでね、明日朝帰れば全然大丈夫なんで、明日またインコの顔の掃除してですね、でちょっとなんかやることあったら掃除かなんかして、ね、またね戻ってきます。はい、それでは皆さん良いお年をお迎えください。ありがとうございました。